I'm sorry, Luca. Hi, and welcome to part 10. In the last part, we whooped Nagi's ass. お前はもう死んでいる。 What the fuck? Completely destroyed him. No! And that puts us one step closer to catching up with the anime. We are so close that the anime has decided to release a new episode tomorrow, just so that we don't catch up. But we will, in this part, because I'm pretty sure we're at episode 10-ish. So let's keep going with the story. みんな、ちょっといいかな。これから先のことなんだけど。渡月に行くか、セーランに行くかって話だよね。ああ、でもセーランはニューヒムカとはあまり変わらないんじゃないかって思うんだ。あのアンプルのことを考えるとさ。だから思い切って渡月に接触してみようと思う。それは渡月へ亡命するということですか？いや、ただ逃げ込むってわけじゃないよ。渡月がどんなところかもわからないし、ただ宗教自治区として独立を保ってきた場所らしいし、スオやセーランにはない情報があるかもと思って。Oh yeah, there was a brain message as well from Wataru. It kind of looked like they were setting up where we get to choose which city we go to, but I guess not. この国の本当の姿を何も知らないで生きてきた。多分今も知らないことの方が多いんだと思う。だから知りたいんだ。そのために少しでも新しい情報を得られる可能性があるなら行動したい。どうかな。隊長に同意だ。アジトは安全かもしれんが、このまま息を潜めていても事態は何も変わらんからな。それに外部から独立しているなら、ユイトがスオーやセイラン、重ねに狙われる危険性も低くなるだろう。どんなところかわからないけど、行く価値はあるかも。やや消去法的ではありますが、スオーやセイランからこれ以上情報が引き出せないのは確かですしね。それに僕もこの国の謎に挑む者の一人として、トゲツには興味があります。兄さんの真意にも。ねえ、実は渡月について思い出したことがあるんだ。前にね、うちのおじさんが仕事で渡月と取引をしてるって話してたことがあったの。おじさんの海抜群病院とってことか。うん、独立都市って言ってもビジネス上の取引なんかは普通にあるみたい。取引って何を？確か食料とか医療品だって言ってた。今も続いてるのかわからないけど。おそらく取引内容はそれだけではないでしょうね。海抜群病院が絡んでいるとなると、超能力研究や怪異化技術に関わるような何かだろうな。なんか渡月もちょっと怪しいよね。元より多少の危険は承知の上だ。虎穴にいらずんば孤児を得ずというやつだろう。うん、俺もそう思う。花火、大事なことを思い出してくれてありがとう。おかげで慎重に行動できるよ。花火、一緒に渡月に行くよね？もちろんだよ。別におじさんと取引してようが私には関係ないもん。むしろ悪いことしてる連中ならとっちめてやらないと。いきなり喧嘩腰というのはどうだろうな。心意気だよ、心意気。花火が一緒でよかった。花火が一緒だとあったかくなる。そう？ムードメーカー的な。渡月は雪深い山中にあるそうですからね。発火能力目当て。さて、
我が隊の目標は決まったようだな、隊長。あ、そうだな。じゃあ、渡月に向けて出発だ。Oh shit, we have ice stages enough. Hieno-san ka. Should I put Hanabi on the team? Yuki to kori no sekai da na. Samai. Omotta ijou ni. The fact that there's a lot of things to throw here, something's gonna pop out of somewhere. Yak! よし、行こうか、みんな。ゲイト、投資した方がいいよ。分裂したぞ。でも奴は本体を倒せばダミーも消えるはずだ。ゲイト、どれが本体か見極めてくれ。周囲にあるのは、これの像なのか。それにしては変な形だけど。雪や氷が…狙えるぞ、終わりだ。分裂したものらしい。変質の原因は不明だが、怪異がいる雪原地帯によく見られるものだ。防御が必要な時は、俺の超能力を頼ってくれ。I'm 1,000 meters away from the destination. What the fuck?They just fucking combo. Thought I dodged. ねえねえ、たまには私の超能力も使ってみない？起点を制した。There's another one. This is going very poorly. Oh no, I have to choose. What the...Okay, that side was kind of useless. There was almost nothing there. And I may have got hit with an explosion. Once or twice. Oh, you are so fucking annoying! How do I dodge you?I thought it would do something more than that. Another one, what the? I need to use the mini map more.
火で攻撃してくる敵には気をつけろよ。Would you blow up all there's two of you? 悔しい。 And now everyone is dying? まだやれるよな。I'm out of medium heal. No. Tate nozo. もう結構来たような気がするけど、渡る、渡月まであとどれくらいだ？まだまだ。ルートの半分以上は残ってるぜ。本当に山奥にあるんだな。ルカ、大丈夫か？はい、なんとか。こういう険しい道程だと、僕みたいな幼い体はちょっと不利ですね。ルカ、俺の後ろに入れ。風よけくらいにはなるだろう。ありがとうございます。僕も玄馬のように鍛えられればいいのですが。ねえ、トゲツってトゲツ教の総本山があるんだよね。トゲツ教ってどういう宗教なのか知ってる？なんかカルトっぽいみたいな噂も聞いたことあるんだけど。こんな人里離れた場所に本部を置くくらいだ。自然と調和したり精神修行するような宗教じゃないのか。渡月教の情報はと、月を信仰してる宗教で、死した魂は月へ帰ろうが教団の掲げる思想。開祖は人よポープ。歴史は結構古いみたいだけど、ずっとこの山奥で静かに暮らしてるらしい。ニューヒムカが自治を認めているということは、その程度の小さな存在と判断しているとも取れますね。カゲロウならもっと詳しいこと知ってるんだろうけど、何しろ渡月橋の伝道者だったらしいからな。つぐみ、カゲロウから何か聞いてないか？ううん、カゲロウは渡月橋のことをあんまり話さなかったから。そっか。まあ渡月は独特の生活をしてるようだが、交流断絶ってわけじゃない。門前払いはされないはずだよ。カレン元連隊長もそんな風に言ってたな。歓迎はされないだろうけど、話は聞いてくれるといいな。よし、みんな渡月までもう一頑張りだ。Wait, the game is actually gonna make me go all the way. What the fuck? I feel it's kind of annoying that the game makes you exchange for one item at a time. Clearly, I have the materials for it. Just let me exchange for the max amount. Whoa! Almost got hit by something.それに観察が必要ですね。電気を使った攻撃は要警戒だ。感電しちまうと動けなくなるからな。That wasn't activating. たたみかけるぞ。ようやく壊れた。よし、行こうかみんな。Oh, yeah, I did the Bond episodes as well. Gemma's one was kind of sad. His friend from the OSF went missing because he retired and now he has like brain damage, I guess, from years of being in service. Then, Kanabi's one was kind of boring. Oh, fuck! It just turned into a bit of a rom com thing.And Chidden, as usual, has a lightning rod up his ass. But he wanted to give advice to Yuito on fighting the way he's fighting. Because he's really inexperienced. What the fuck are you? Hey!
火をつけたら燃やせそうだな。いいよユイト、その調子。ありがとうな、花火。待った、ゾムだ。Oh, what the fuck? I forgot what I was talking about. Oh yeah, Arashi has some kind of force break program that she made, which kind of fucks with you when you're trying to use your abilities. Oh shit! I clearly can't speak while I'm fighting. Yes!And that's the end of you. I really wish there were a few more animations for that, for the Brain Crush. But...I could have thrown these big ones. Oh, there's tractors. Taking damage. Use one of these. What does this do?Loser! That was brilliant. That, excellent. I dropped a gigantic ass statue and swam this. Why can't I activate that? Yuito, うまくいきましたね。俺も少しは絶戦トリオに近づけたかな、なんて。攻撃が効いて、今の位置は弱点か。俺がやる。ナイスだね。Oh, I can use the pieces of the statue now. せーの。畳みかけるぞ。And that's all of them. Okay. 560 meters more. What the fuck? Oh, this is cool. Can I break this? Oh, I can!No, I missed one. Okay, that was probably the coolest L2 ability. It's another one. There's quite a few of them. I know I missed something back here, so I'm just going for that.Actually, I'm gonna take this. Get there in style. Motherfucker. That thing
waited for me to finish the whole animation and then it blew up. The bastard. All that just to tell me I can't hold it. This is like some shit out of the Matrix. Luca. Ah, damn it. I didn't time it. Perfect dodge. Tatami kakeruzo. Whoa. Chikara o kashite kure. So if you time it just right, you can perfect dodge it. Look, I'm getting folded. I hear it, where's it coming from? Oh my god, these things are annoying. No! What? They like just spawn on you and then explode. What just happened there? Finally! Holy shit, that was bright. Irashatta. Yuito-sama ga irashatta. こんにちは。なんだか想像してた感じと違うぞ。花火一条様、いつもおじ様にはお世話になっております。Wait, they call him master. お世話になってます。そのおじとはどのようなお仕事を？The only other person that called him master was the what is it? Kodama. こちらからは物資をお渡ししております。物資。急に訪ねてきたのに、こんな風に迎え入れてくれてありがとうございます。あの、俺たちは私たちの知識にご興味がおありでしょう。え？あなた方は特別なお客様。どうぞこちらへ。僕たちはどうやら歓迎されているようです。なぜかは分かりませんが、渡りに船とも言えるが、
さすがに都合が良すぎるな。知識に興味がって、俺たちが情報を求めてきたのを見抜かれてるみたいだな。ユイトと私のことも知ってたっぽいよね。見える範囲で怪しいものや人影はない。でも透視できないところもたくさんある。正直違和感はあるけど、もう少し踏み込んでみないと何もわからないな。さっきの人たちについていってみよう。つぐみ、何か気づいたことがあったらすぐに教えてくれ。わたるもよろしく頼む。うん、任せて。了解、十分に気をつけてくれよ。圧巻です。これは本物の書物でしょうか。もし許されるならじっくり読んでみたいですけど。So they just have a big sinkhole in the middle of everything. I'm tempted to go off in every other direction. Whoa, what the fuck? That was cool. Do it again.You. あの、ここは一体。どうぞ歴史と対話なさってください。あなた方の望むものが手に入るでしょう。対話だと？一体誰と話せと言うんだ？この部屋には私たち以外誰もいない。この机の上の本を読めってことじゃない？あなた方は何を求めますか？強化？どういうことだ？なぜ強化の映像が？人命強化、該当件数1件。強化エデンについて回答します。強化エデンは、都月で作成されたデザインチルドレンです。何？デザイン？っていうか、作られたってどういうこと？デザインチルドレン、聞いたことがあります。確か特定の遺伝子を組み合わせ、任意の外見的特徴や身体能力を持つよう設計された人間だったかと。こっちも調べた。概ねルカの言う通りだが、理論が提唱されてるだけで実現は不可能とあるぞ。ええ、ちょっと信じられないですね。一階の宗教団体がそんな高度な技術を持っているとは。しかもそれが強化だなんて。強化が都月関係者だとは聞いたことがない。しかし現にこのビジョンは強化に見えるぞ。この姿は強化エデンではありません。超能力研究者にして脳科学分野のエキスパートである都月教会層ヒトリオポープ博士のものです。え、だったら教科とそのポープ博士が同じ顔ってこと？はい、教科エデンはポープ博士を元にして作成されました。ポープ博士が教科を作ったのか？いいえ、ポープ博士はおよそ2000年前に逝去なされ、存命ではありません。 2000? 都月教ってそんな昔からあったの？ニューヒムカが建国された頃と同じ。あ、そうか。じゃあその頃のニューヒムカの情報もここにはあるってことか。あれ、月はあなた方を見守っています。消えちゃった。相手のページに載せられてしまった感がありますが、多分これは対話型のデータベース検索端末なのでしょう。そしてこの端末では
さっきのユイトの質問に対する回答権限を持っていないということですかね。じゃあ別のところに座ってみたらいいのか。情報の真偽はともかく、危険はないように感じたが。そうだな。よし、他の端末も試してみよう。よっ、今度は俺が座ってみよう。あなた方は何を求めますか。何から聞けばいいか。ニューヒムカが建国されたばかりの頃はどのような国だったんだ。ニューヒムカ建国について歴史の概要を回答します。ニューヒムカは今から2020年前に地球上で箱舟隊の民が建国した国家です。箱舟隊、それは何だ。月から地球へ降り立った移民団の名称です。え、月から。はい、原初の頃人類は地球上で繁栄していました。しかし現在より遡ることおよそ3000年、地球の軌道変化から環境の激変が生じ、人口が大きく減少した時期がありました。種の存続のため全人類は月へと移住し都市を建設、月面から地球環境の改善を進めました。何を言ってるの。千年に及ぶ改善計画の末、地球環境がある程度整ったため月面政府は移民団を派遣しました。それが箱舟隊です。わけがわからんぞ。人類が地球から月へ行って、それからまた地球に降りてきたというのか。ちょっと待ってくれ、話についていけない。移民団を派遣、つまり一部の人間が選抜されて月から地球へ降りてきたということですか。その通りです。ならば現在も月に人類がいるということになるんでしょうか。なんだって。あれ、月はあなた方を見守っています。どう思う。俺はもう途中から理解することを諦めたぞ。あまりに荒唐無稽、トゲツで語り継がれるおとぎ話と考えたいところですが。俺の情報網にもかすったことすらないぜ。こりゃトゲツ教の経典の一節とかじゃねえの。移民団がニューヒムカを作ったとなると、建国の父ヤクもスメラギも月から来たってことになるんだけど。え、ちょっと待って、ユイタの先祖が月から来たってこと。このビジョンの言うことが本当だ。 That's a bit crazy to think about though. How are they surviving on the moon? What about water? But then again, this was like, what, 3,000 years? 仮に月の話が本当だとしても、 they probably had the tech for it. はこの情報を隠してるってことだよな。何か知られたくない理由がある。なんか他の端末が怖くなってきたんだけど。これに座るのはもうごめんだ。誰かの視線を感じる。誰もいない。私が座ってみる。あなた方は何を求めますか。さっきの続きから。今も月には人類がいるの。その要求に正確に答えることは不可能です。それはどうして。現在月面政府との交信は一切が遮断されています。遮断、そうか、
断絶の帯ですね。はい、断絶の帯の影響により、現在地球上から月の状況を知ることはできません。あれ、でも断絶の帯があったら、そもそも移民団の人たちも降りてこられないんじゃないの？怪異に襲われてしまう。いいえ、移民団が地球へ降り立った当時、断絶の帯はまだ存在していませんでした。移民団が地球へ来てから断絶の帯が出現したということですか？はい、その通りです。断絶の帯は断絶の針によって発生したって俺たちは歴史で教えられたよな。断絶の針は建国の頃の出来事。移民団が地球へ降りて、その後断絶の帯ができ、ニューヒムカが建国されたなら整合は取れています。だからといって信じる根拠にはなりませんが。じゃあ怪異も断絶の帯と一緒に現れたんだな。いいえ、怪異は断絶の帯の出現後、しばらく経って突如として出現するようになりました。え？同時じゃないのか？ But then what is the extinction? 怪異は断絶の帯で生まれるんだろ？ How does that just appear out of nowhere? 月はあなた方を見守っています。本当に月に見られてるような気がしてきちゃった。怪異について謎が増えちまったな。ケンマ、大丈夫？ああ。しかし、みんなこの話を信じているのか？俺にはとても。いや、俺もついてけそうにないけどさ。とりあえず本当かもで仮定して情報を引き出すしかねえよな。端末はあと一つだ。ここまで来たら全部調べよう。何か、さっきから妙な気配がしないか？では僕が座ります。あなた方は何を求めますか？単刀直入に聞いてみましょう。怪異とは一体何なんですか？ここでは求める情報は得られません。ベイブへのアクセスが必要です。ベイブ？ここにある端末だと答えられないってことか。ですがビジョンはまだ消えていませんね。そもそも皆さんお気づきだと思いますが、僕たちの偶発的な質問内容と適当に座った端末の持つ権限が一致する方が異常です。それは渡月に何か思惑があるということか？間違いなくあると思いますが、それが何かは。俺たちがここへ来る目的だった、スオーでもセーランでも得られないだろう情報らしきものは聞けたことになるよな。もちろん全部作り話かもしれないけどさ。しかし今聞いた話を吹雪連隊長の作戦に当てはめるとどうなる？全国民に俺たちは月から来たと教えるのか？証拠もない笑い話になるのがオチだ。そうだよな。仮に本当だとしても2000年前だぜ。今の俺たちにとっちゃ遠い世界の話って感じだ。ああ、俺もそう思う。だから何か現代の、今の人々の危機感に訴える情報が必要なんだよな。現代の危機、回答します。え？クナドゲート。クナド高速輸送道路上空に現れた疑似ブラックホール。それがクナドゲートです。あの局所的な重力異常の話か。そういや、あれから特に新情報ないんだよな。でも、何が危機なんだ？この重力異常現象は日々成長を続けており、近い将来に地球を飲み込むと予測されています。何？地球をクナドゲートが飲み込むだって？またユイとスメラギの超能力の影響により
クネドゲートの拡大が観測されています。地球の滅亡はもはや避けられない事態と言えます。なんでユイトの名前が出てくるの？地球の滅亡、その原因がユイトにあるとでも言いたいのか、バカバカしい。ですが恐れることはありません。トゲツの教えを信じれば皆さんは必ず救われます。待ってくれ、俺の超能力が何だって言うんだ？クナドゲートと俺に何か関係があるのか？クナドゲートはさまつな問題、誤った宇宙をやり直し正しい未来を実現することが重要なのです。死した魂は母なる月へ、月はあなた方を見守っています。おい！ユイト、こんな情報を気にしない方がいいよ。きっと私たちを脅すためとかで。クナドゲート、確かにあの穴は周囲のものを引き寄せているとは聞きましたが、あれが大きくなって地球を飲み込むっていうの？いえ、この話も鵜呑みにするのは危険ですね。ユイト、いきなり名前が出て驚きましたが、何かの罠かもしれない。惑わされないようにしましょう。ああ、心当たりはないけど、もしもこの話が本当だったとしたら、カサネが俺を狙う理由になるんじゃないのか。ユイト、大丈夫？ああ、ごめん、大丈夫だ。何の確証もないけど、重ねに会って確かめた方がいいかもしれない。だけど確かめて真実だったとしたら、俺はどうすればいいんだ？さて、端末は調べ終わりましたが、最後の端末が言っていたベイブとは何でしょうね？ああ、そういやそんな名前を言ってたな。ベイブの知識をお求めなのですね。あ、びっくりした。いつの間に。That was a lot of information all at once. People living on the moon. Yuita's power being connected to a big asshole in the sky. This place is fucking crazy. Ooh, but I'm gonna end this part here. Yes, I saw it as well. It's floating above us. Yeah.So I'm gonna end this part here. If you liked, leave a like. Dislike if you didn't. And we have caught up with the anime.